一番目は、ポピュラー音楽コースの4年生、ベースの園田渉くんが、リーダーのバンドですね。園田くんのオリジナル曲、パレットということで。はい。では、準備よろしければですか。はい、では、はい、園田くんバンドになります。よろしくお願いします。
ではリーダーの園田渡くんにインタビューをしてみたいと思います。はい、園田くん、どうぞこちらへ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。園田くんはポピュラー音楽コースのベース専攻4年生ということで、もう4年生になってしまいました。早いですね。はい、この間入学したのにね。はい、この前夏期講習会中ということでね、覚えてるね。もう4年生ということで、もうジャズポピュラー音楽コースの、隅から隅まで知り尽くしてしまった存在なわけですけども。知りすぎましたね。はい、この4年間振り返っていかがでしたか。早いですね。でもこう4年間収穫できたのがすごく大きいことがたくさんあるので、印象深い4年間だと思いますね。はい、あともう残り半年ですか。ちょっともうあと卒業ライブですね。そうです ね、なんか抱負を抱負かでも結構この1年ぐらいでいろんな、なんかテレビとかブルーノートとか出させてもらってして、結構たくさん仕事をした結果いろんなことを知れたので、あと半年もこうたくさん学んでいけたらいいなと思います。ということで、外でもね活動も積極的に行っているわけですけども、家の実家ね、この間テレビ一緒に作った。そうなんですよ、なんか知らないところに振ってるみたいで、ね、なのでうちのテレビ普通に見れたら、ああそうだ、あのモーニング娘。の福田明日香さん、そうサポートびっくりした。あと去年はデヴィ夫人のディナーショーとか話してもらって、芸能人たくさんいるから、デヴィ夫人何歌ってたなんか、あんま見たいですけど、覚えてないな、どういうことだ。覚えてないですけど、なんか歌ってましたね、いろいろ。なんかでも、なんか菅野美穂さんとか結構来てましたよ、いろいろ。緊張しましたね。そんな卒の活動もされてながら、ベースの専攻ということでね、授業、レッスンとか、演奏法とか、アンサンブルだとか受けてるわけですけども、なんかこう、そうですね、ベースの演奏法とかね、ちょっとなんか特徴というか、演奏法ですね、レッスンとか違いみたいな。やっぱレッスンはその自分がその習いたいものをこう自分がこう何をしたいですって言って話して、じゃあこれをしていこうっていう話のがレッスンなんですけど、演奏の手にはこう先生側がじゃあ今年はこれをやっていこうっていうことなので、自分が全然やらなかった分野を習えるんですよ。全然やっぱ練習ってやっぱ好き嫌いでこうなんか好きなものばっかりやりたくないものやらなかったりするじゃないですか。けど演奏法はそこでこうもう無理やりこうやりたくないことだとか、こう自分が苦手なことだとかがすごくこう養われた授業だと思うので、やっぱ大事ですよね。どっちもとても大切だと。大切ですね。ね、ということで。今回オリジナル曲ですけど、曲はどうやって作ったんですか。この曲パレットっていうんですけど、その意味としてはその一つのものを作ることない作るのにこう絵を描くときのパレット、いろんな色をまず集めるじゃないですか。なので この曲作るときはこの曲はこいつに聴いてほしい、この人に聴いてほしいと思って作った曲なんですよ、でも作る前からメンバーは決まってる。なるほど。ロマンチックなんだか何なんだかでしょ。全然そのくらいわかんないもん。でも普段はもっとしっとりの歌物を弾くんですけど、今回はちょっと、ね、楽しいね、トップバッターということで、今後の活躍に期待しております。はい、園田渡くんでした。ありがとうございます。また行くの交代なんかどんどんガタイも良くなってね、去年も言ったよね、だんだんガタイが良くなってたんですなんかみんな学年が伸びつけて心身ともに心身というより健康になっていく、はいですね。やっぱりこの夏今日はクルージングでね、そうでしたね、船の上で遠征する時、今日この後出航できるかどうかわからない大変ですねというわけでね。はい、では続いて
見てみたいと思います。はい、続きはポピュラー音楽コース学部3年生のボーカル、八谷君ですね。はい、僕は、カバー曲で洋楽のカバーですね、インキュバスのカバー Wish You Were Here。はい、八谷君よろしくお願いします。